じゃんけんぽん、あいこでしょ、あさあ、あ取れちゃった、イエス。うわドキドキする、勝ちたい、ドキドキする、はい、やりましょう。じゃあ、ユト先行はもらう、俺のターン、俺は手札からレイドラプターバニシングレイニアスを召喚、さらに手札からレイドラプターズコールを発動する。おレイドラプターズコールでデッキからレイドラプターズバニシングレイニアスを特殊召喚、さらに2体目のバニシングレイニアスの効果を発動する。ああ手札からレイドラプターズネクロバルチャーを特殊召喚、そしてレベル4のバニシングレイニアス2体でオーバーレイ、オーバーレイエクシーズ召喚、現れるランク4レイドラプターズフォースストリクス、フォースストリクスの効果を発動する。オーバーレイユニットを一つ使い、はい、デッキからレイドラプターズシンキングレイニアスを手札に加え、かつそのまま特殊召喚する。何このカードはフィールドにエクシーズモンスターがいるときそのまま出せるんですって。はい、ですって、ですって、はい。そして俺はこのシンキングレイニアス、ま、ネクロバルチャー2体でオーバーレイ、現れろランク4レイドラプターズフォースストリクス、フォースストリクス、あーどうもありがとうございます。そして2体目のフォースストリクスの効果を発動する。オーバーレイと1つ使い、デッキからレイドラプターズバニシングレイニアスを手札に加える。俺はカードを1枚捨ててターンエンド、俺の番だ、俺のターン、ドロー。俺は手札からファントムナイツラギットグローブを召喚、自分フィールドにファントムナイツが存在するとき手札からファントムナイツサイレントブーツを特殊召喚できる。2体のモンスターでオーバーレイ、オーバーレイですね、エクシーズ召喚、現れろファントムナイツブレイクソード。そして俺は永続魔法ファントムデスピアを発動、さらにカードを1枚セットしブレイクソードの効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、今伏せたファントムフォグブレードとフォースストリックス一体を破壊する。こっち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 バトルだ。俺はファントムナイツブレイクソードで2体目のフォースストリックスを攻撃、こっちこっちこっちが破壊された、こっちこっちこっち、これで2体目のフォースストリックスも破壊だ。ユト、なんだ、同じ仲間だけどちょっとレイドラプターズの力を見せてやりましょうかね。私はなんだと、はい、伏せていたランクアップマジックデスバルモード発動、出た、このターン戦闘破壊されたフォースストリックスを墓地から特殊召喚し、さらに Y のランクの持つエクシーズモンスターを重ねてエクシーズ召喚する。ランクアップエクシーズチェンジ、調子をランク8レイドラプターズサテライトキャノンファルコン、やばい、サテライトキャノンファルコンの効果を発動する。相手フィールドの魔法トラップカードを全て破壊する。なに、全てだ、全てなかなかやるな。そうだろう、これで俺はターンエンド。俺のターン、ドロー、きた。俺はまずはじめにサテライトキャノンファルコンのもう一つの効果を発動する、うん、オーバーレイユニットを一つ使い、これは何ですか、ブレイクソード、ブレイクソードの攻撃力を自分の墓地にあるレイドラプターズの数かける800ポイントダウンさせる。何ダウンさせる、何体あるんだ、数えますよ、数えますよ皆様、1体目、
2体目、3体目、4体目、5体目、6体目、6体目、6体、6体かける800ポイントで、せーの、4800ポイントダウン。なのでブレイクソードはゼロ。さらに俺は手札からレイドラプターズバニシングレイニアスを召喚。ユート、仲間といえども容赦はしないバトルだ。俺はサテライトキャノンファルコンでブレイクソードを攻撃。さらにさらにバニシングレイニアス。待て、しかしファントムナイツは倒れない。ブレイクソードが破壊されたことにより墓地よりラギットグローブ、サイレントブーツを即召喚する。だが言うと俺の攻撃はまだ終わってない。バニシングレイニアスでどれにしようかな。サイレントブーツを攻撃。待て待て、俺は墓地のファントムデスティアを除外しサイレントブーツの破壊を防ぐ。しのいだか。よし、ランクアップマジック、スキップフォースを発動する。このカードによりサテライトキャノンファルコンのランクを2つアップさせる。8億7000万人のレジスタンスの皆様、大変長らくお待たせいたしました。究極志向のハヤブサよ、あまたなる保有の意志を継ぎ勝利の天空へ飛び立て、ランクアップエクシーズチェンジ。現れろ、ランク10レイドラプターズアルティメットファルコン。出ました、俺が究極のレイドラプターズの力だ。俺はこれで究極にターンエンド。どういうこと？究極にターンエンド。わかった、だが俺は諦めない。俺のターン、ドロー。俺はレベル4になったファントムナイツ、ラギットグローブ、サイレントブーツ2体でオーバーレイ。漆黒の闇より愚鈍なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ、エクシーズ召喚。現れろ、ランク4ダークリベリオン、エクシーズドラゴン。だがまだ俺の方が攻撃力が上だ。ダークリベリオンの方がかっこいいな、攻撃力な。いや、アルティメットファルコンの方がまだ皆さん持ってないからかっこいいで。なんでだよ。まあいい、まあいいんかい。この時、ラギットグローブの効果でダークリベリオン、エクシーズドラゴンの攻撃力は1000アップし3500になる。何？そしてダークリベリオン、エクシーズドラゴンの効果を発動。オーバーレイユニットを2つ使い、2つ、2つ使い、バニシングレイニアスの攻撃力を半分にし、その数値分ダークリベリオン、エクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。650、3150。これでアルティメットファルコンの攻撃力を上回った。何？さらに4150か。墓地のファントムフォグブレードを除外し、墓地からファントムナイツ、ラギットグローブを特殊召喚。そして手札からファントムナイツ、ダスティーローブを召喚。ほう、ダスティーローブの効果発動。このカードを引き表示し、ダークリベリオン、エクシーズドラゴンの攻撃力を800アップする。4950。ああ、そして俺はレベル3となったラギットグローブ、ダスティーローブでオーバーレイ。エクシーズ召喚、現れろ、ファントムナイツ、ブレイクソード。そしてまだブレイクソードの効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、バニシングレインギニアスとブレイクソード自陣を破壊する。破壊破壊、まだだ、もういいでしょう。ブレイクソードが破壊されたことにより、墓地よりファントムナイツ、ダスティーローブ、そしてサイレントブーツを特殊召喚する。そしてまだかい。俺は墓地のファントムナイツ、ラギットグローブを除外し効果発動。はいはいはい、俺はデッキからファントムウィングをそのまま墓地へ送り、はい、
効果を発動。このカードを除外し、墓地からファントムナイツブレイクソードを特殊召喚する。そして俺のまだ僕まだ俺で揃った。俺はザ・クリベリオン・エクシーズ・ドラゴンでアルティメット・ファルコンを攻撃、反逆のライトニング一生目。おいおいおい、アルティメット・ファルコン出しただけになっちゃった。まだだ。まだかい。俺はファントムナイツ・ダスティ・ローブでダイレクトアタック。出せない出せない。これで終わりだ。まだ俺はファントムナイツ・ブレイクソードで、じゃあラッシュンダイレクトアタック。グリは頼んだな。